持ったバッテリーは、あ、これバッテリーねえんだ。いや、こっちのバッテリー充電しといて、もう一個のバッテリーは挿してあるから平気か。早めの電池。あとは電池か。USB の線で容器がいっぱいあるんだよ、これね。USB の線盗まれるとは思ってなかったけど、俺予備の線はいっぱい持ってるからさ。これいらねえな。よし。今夜も夜釣りの分かんない。バイク長ズボンじゃないとダメだよ。昨日もなんか昨日もなんかさ、足に当たったんだよ。なんかでっかいの、これぐらいの、なんか新聞紙の塊みたいなの。危ないからな、あんなんな。USB 盗んでもなぁ。だから配信、あれじゃない？配信用の方の Type-C の USB 盗んでったから、多分配信でバッテリー切れ狙ったんじゃないな。もう一個の方の、何あの、ち、なんだっけ、もう一個の方の、プライベートで使ってる方の、タイプ A だっけ、タイプ A の USB は盗まれてなかったから、配信用の方を取ってったから、多分、配信の充電切れ狙ったんじゃない？きっと。無駄だけどね、俺、USB の線はいっぱい持ってるから。短いのは持ってないけど、長いの持ってるからいっぱい。ゴーグル？いや、ゴーグルね。ゴーグルなんだけど、そうなんだよ。ゴーグルね、かっこ悪いんだもん。お前ら、わかんねえだろ、ゴーグルしてる時の気持ち。かっこ悪いんだよ、あのな。まだちょっとさ、こういうアメリカのさ、タイプのさ、単車みたいなの乗ってんだったらいいけど、あのゲンチャリでね、ゴーグルしてかっこ悪いんだって。しかもスヌーピーのヘルメットでしょ？いや、目に確かにね、虫入るんで、虫も入るし、虫入るとか虫当たったりとかするし、トラックとかとさ、マフラーからなんか変なの出てくんだよ。石みたいなの飛んでくんだよ。カスみたいな。チンカスみたいなのいっぱい飛んでくんだけど。確かにそれは必要だと思うんだよ。必要と思うんだけど、かっこ悪いんだよな。ね、ゴーグル時代はパイセンだな。マジで似合う？ゴーグル時代は？いや、あのヘルメットはすごいいいよ。マジで。そこのセブンイレブンで、お母さんと子供いるじゃん、ね、それお母さんの方に声かけられて、それどこで売ってるんですかって言われたもん、俺。ってことかだよ。人にね、全く見ず知らずの人に声かけるとこだ。いいってことでしょ。スヌーピーの。あれ、好感度上がってるよ、きっと俺。スヌーピー、多分ね、八王子のスヌーピーおじさんって言われてるよ、俺。マロいらっしゃい。きっと今頃いいことや、いい影響を与えることは。あれ可愛いでしょ。そう、ある広告と、そう、のんちゃんは選んだ。まあそれは言わないですけど。いや、あとなんか今日これしてっかな。これ今日ゲンチャリなのにこれしてっかな。なんかさ、単車ならわかるけどさ、ゲンチャリでさ、ね、なんけ、グローブしねえのは危ねえよとか言ってるやついたけど、それもいたんだよ、ふわっちで。しねえだろうよ。グローブ、ゲンチャリで。
感じで。これ野球のグローブなんだけどね、ちなみに。これ野球のグローブ。これも高いんだからね。5600円だからね、これ。このグローブ。ただのグローブだぜ。バット握るためのグローブだけど、5600円。本当に。高いだろ。高いんだって、本当に。お高いです、僕は。本当に。疲れがかなり変わる。疲れないもんだって全然、変わらんよ、変わらん。普通に雑談してる時と、雑談してる時と全然疲れは変わんないって。それつけて三振したら笑ってやっから。ラックンごめんだけど、俺な今シーズンね、アウトになった数よりヒット打った数の方が多いんだけど、三振一度もないんですけど。これが4番の実力？ YGF の4番、あ、右だった。YGF4 番の実力だから。マジで。今シーズンはね、おにぎりさんのバットを使ってからやっぱり調子がいいの、俺。すいませんけど。調子いいんだよ、ほんとね。そう、4番。今シーズンは4番でずっとやっていくことにした。もう俺がね、スタメンを考えてるので。いや、どうするかな、今日か。まあ、だって、8時だろ。早いよね、8時じゃね。どう考えても、出るのは。早いもんな。ジュンいらっしゃい。ナイス今140か。ナイス140だからあれだな。200ぐらいいったら出るか出ないか決めるか。カフェオレいらっしゃい。いや、今日も暑そうだな。外暑い。俺今日一日外出てねえんだけど、ここにずっと引きこもってるけど。今日暑い。外出てねえからわかんねえな。冷房つけたままずっとここでぶったかのように座ってたから。ああ、まあね、運転ね。確か神経使うね。昼はやばかった。暑い。足立37度。あ、カオルのツイッター見た。温風だった。かなり暑い。そうなんだ。暑いのか。あ、それと、そうだそうだ。言うの忘れてた。僕のゲンチャレ配信を見るときは、パソコンで、もし普段放送を見てる人がいるんだったら、放送を見るときは携帯電話で見てください。さあ、思いました。そうそう。俺のゲンチャレ配信ね、ゲンチャレ乗ってるときの配信を見るときは、パソコンで見るよりも、携帯電話で見ることを推奨します。理由は画質が全然違います。パソコンで見るとすごく荒いけど、携帯電話だと荒くないので、これもね、違いがかなり出るんで。スマホで見た方が全然いい。放送を見るのはだよ。映像が綺麗だか綺麗じゃないかっていうことに関して、映像が見やすいか 見にくいかっていうことは、携帯電話の方が全然いい。パソコンだと荒い。携帯電話だと、そこらに調整してくれるので、そう、携帯で見た方がいいですね。正直。うん。今日確認した。TS を確認したんで、俺。TS は録画か。録画をパソコンで確認したら、これで画質がいいってみんな言ってんの？なんで？と思って。うん、で、携帯電話で確認したら、全然違う。画質が。まあ、携帯電話の、まあ、今日はね、インチキさんアプリ使うので、今僕の配信って多分超、
超高画質とか最高画質になってるでしょ。多分4段階のうちの一番上でしょ。俺の配信は。パソコンで見るとわかるんだけど。普段のふわっちアプリを使ってやると3段階のうちの一番上なんだよね。俺の配信は。ただ、これパソコンから OBS とか使うと4段階のうちの一番上になるのよ。1段階上になるの。で、ふわっちだと、ふわっちのアプリを使うと3段階までしかないのよ。ただ、インチキさんのアプリ使うと4段階になるので、パソコンでもまあ、今日は、まだ綺麗に見れると思う。タブレットはアプリ使っていれば、スマホ扱いだね。まあ、インチキさんのアプリを使うので、多分パソコンでも綺麗だと思うけどね、今日は。今日は、まあ大丈夫だと思う。普通のふわっちアプリの時はダメ。わけわからん。だから、携帯電話で配信してるとき、この、携帯電話で配信してるときと、こう、OBS でパソコンで配信してるときの画質の違いと一緒。全然違う。そうそう、今 PC は最高品質でしょ？これがフィリピン侍ね、携帯電話でふわっちアプリ使うと、最高品質ってのがないのよ。高品質はあるんだけど、最高品質ってのが出てこないの。で、インチキさんのアプリは最高品質ってのがあるのよ。それで見れる。なんで、多分インチキさんのアプリを使った場合は最高品質で見れるので、携帯電話でもパソコンでもまあ、いい画像、映像で見れると思うけど。そんなシステムあるとは知らなかった。まあ、今日はちょっとインチキさんのアプリ、最初使ってみる。で、調子良ければそのまま使うけど。いやー、でもあれなんだよな、今日は。よし、じゃあ、目的地を決めとこうか、今日は。あれ？なんだこれ？意味わかんねえよ。今日は、今日はですね、ちょっと、まあ、寝る人もいるんでね、寝る人もいるんで、デブタイルして、寝る人もいるんで、今日ちょっと、目的地遠い場所にするから。これ、いけるかな？どれぐらいかかるだろう。ちょっと見てみて。ウィークいらっしゃい。今検索かけてます。マジで？あ、ちなみにアプリどんな感じだかっていうと、こんな感じです。僕のバイクがこういう風になって、あって、はい、こんな感じになってます。で、ガソリンスタンドの金額とかも出ます。ガソリンスタンドはここにあって、ガソリンスタンド、ここのガソリンスタンドは140、リッター140円ですよ、とか、全部出ます。コンビニがどこにあって、駅がどこにあって、信号どこにあって、とか、セブンイレブンがあるよ、ローソンがあるよ、とか、全部こうやって出て、ファミリーマートがあるよ、とか、あとは、ここのガソリンスタンド140円だけど、ここはいくらだよ、とか出る。全部。135円ですよ、とか、例えば、まあ、こういう風にね、見づらいか。どこだ？ほら、135円ですよ、とか。ちょっとぼやけてるけど。まあ、出る。全部。有能アプリっす。